会社つくりの森野と申します。私はシーズンカフェ戸塚、横浜戸塚事業計画について発表させていただきます。私の会社はですね、株式会社つくり、ご存知の方もいらっしゃるかもしれません。全国に、47都道府県に618の事業所を展開しております。デイサービスは規模的に売上規模としては日本で一番大きいんじゃないかと思います。私自身は、今サービス付き高齢者向け住宅の開発そして運営をしております。そしてケアマネージャーもやっております。今回のコミュニティカフェ開設講座に受けるきっかけになりましたのは、この、開設した10カ所のうち横浜戸塚、ここを昨年から開発をしているんですけれども、少し変わった形で運営しております。建物を建物のオーナーさんが、管理し、私つくりがですね、運営を受託をするといった形で進めております。その時にですね、建物のオーナーから、コミュニティスペースを作ったので、活用したいんだけどという相談がきっかけです。まあ株式会社ですので、ちょっと実は本当に正直と思いましたけれども、オーナーの一言です。100年先まで長く住みたい街を横浜戸塚に作りたいんですっておっしゃいました。がぜんちょっとそこで火がつきました。横浜戸塚っていうところは、駅を挟んで東口 西口があります。実は東口は1年前に開設をしました。そこでは、実はもうマンションの人たちがワイワイとですね、後ほどスライド出しますけれども、コミュニケーションがすごく取れていました。その反面、今計画をしている西口なんですけれども、そこではいわゆるマンションにお住まいの方いますよね。移り住んだ時にコミュニケーションがなく引っ越してきて、ここって何だろう、自治会もないし民生委員さんもいない、そんな町です。昔から住んでる人がいない、そして急激に増えた住民、地域のつながりが少ないという現状です。そこでは顔を見える関係性を作りたいということ、子どもとか高齢者とか、特に働く世代の人たちが自然に触れ合える街づくり、住みたくなる街の創生ということで開発したオーナーと話し合ってきました。あと横浜の東口の場合なんですけれども、もうマンションごともですね、運動会やら祭りやらですね、毎週のようにミーティングをしております。季節の行事、ちょうど今桜の季節ですから、桜をの花見をどうするとか、農園を作ろうとかっていうふうに盛り上がっています。そして、防災ですね、実はマンションごとにトランシーバーを置いていて、何かあった時には、それを通じて、定期的に練習をしています。ここに、ちょっと、ケアをされている方が何人救護するとか、でサポーチのところに何人保護するんだっていうことをリアルに練習しています。では西口の場合です。先ほど言いましたように、新しいマンション群、お客様の声、これ講師の先生にアドバイスいただいて、聞いてみました。夫婦2人、共働きの方、平日は忙しくて不在、子どものことや別居している親のことは気になります。休日はゆっくりしたいんです。でも何か相談したい時に、介護やら何やらってことはちょっと分かりません。単身の高齢者の方、今は元気でも将来は不安、子どもたち、新しい町で引っ越してきた、学校や友人のことが、できるかな、心配だなということで、でもこのマンション部に住んだっていう方たちはみんなサービス付き高齢者向け住宅にコミュニティスペースがあるということを知っていました。将来の不安、期待、新しい住民の期待に応えたいと思いました。それでは企画です。私の会社に
特にデイサービスですね、結構備品があります、場所もあります、人もいます、そういったところを活かしたいなというふうに思っています。営業体制は365日24時間年中無休、これが会社の方針です。そして、2つメニュー出してるんですけれども、高齢者向け機能訓練サービスとシーズンカフェ、横浜戸塚、このシーズンというのはこのマンションの名前になります。でちょっと具体的に、メニューの内容です。浅川理事の方がおっしゃっていましたけれども、今あのデイサービス9時半から11時30分ということで、これは既存のデイサービスが、送迎をした車を利用して、そして、お客様を、またはあの地域の方が歩いてこられたり、そして、ある機能訓練マシンとかそういったものを使っていただくということで、通所型あの総合事業の A を想定しています。金額は送迎込みで、価格見て、3000円というふうに設定をしました。そして、カフェでは、鎖工所で自家厨房でお食事を提供していますので、そこの厨房と仕入れといろんなことを工夫して、なるべく、利用しやすい料金設定、そして、働く人たちも実は子どもいっぱいいてですね、人材不足ということもあって、子どもが、夕方預かれるよということで少し、職員さんにも役に立つ、そして、子どもが、上級生、下級生を教えるというような関係を作ると。そして24時間365日の年中無休は、介護よろず相談ということで、突然起こる近隣の方たちどうしようといった時に、いつも電気がついている明るいところにとりあえず来てもらったら、私たち有資格者がしっかりと相談を受けるという形をとっていこうと思っています。週間プランです。ちょっと不適なものは白いところで塗っちゃってますけれども、今言った取り組みが色がついているところです。ところが今ですね、この白い部分なんですが、鎖工所のご入居されている高齢者、実は元気な方も多いんですけれども、この方たちが、いや僕私だったら習字とか教えられるよとか、そういった、人生のスペシャリスト、先ほど野間さんとかも発表ありましたけれども、働くっていう生きがいですね、この部分が重要かなというふうに思っています。スペースですね、30坪あります。ちょっと写真、結構綺麗ですね。ここら辺の備品全部オーナーさんから用意していただく予定です。ちょっと入り口の、ベンチも何か利用したいな。で最後に収支になりますけれども、売上は10人規模の、1年間で、1000万の売上に対して人件費はちょっと削れないなということもあります。有資格者の福利厚生費も含めたときに1200万円、初年度は500万円の赤字となります。2年目にはなんとか収支を合わせていきたいということになります。オーナーさんには家賃を、ちょっと無料にしていただいてスタートをして、そして2年目、3年目に少し、家賃を払っていくという形です。先ほど写真に出ていた機能訓練マシンは5年のリース、1年のリース代を計上しています。2年目には25万、どうしても、終わりましたので、ただ一つだけ、税金やら何やらどんどんかかっていきますので、企業が存続するためにはですね、最低でも、マイナスでは、維持できない、なんとかカツカツプラスではやっていけたらなと思っています。以上となります。はい、ありがとうございます。介護保険の大手事業者が新しい総合事業の中の通称型 A に挑んだタイプだろうと思います。通称型 A というのは今までのデイサービスの事業者がスライドして、若干基準が緩くなり、報酬もその分下がるわけですけれども、ただこうやってこう地域に開かれたコミュニティスペースをですね、積極的に今までの閉じられた利用者入居者だけの事業からですね、大きく広がっていこうというのが非常に
ユニークな例だと思います。介護保険事業者、それも次って、まあ、結構な大手ですけれども、まあ、そこが、ね、こういうふうに一般住民向け、あるいは入居者も含めてですね、介護保険の制約からですね、大きく踏み出したことをやるということについてどう思われますか。統合支援事業ということで、こういった地域の居場所が、まあ、たくさん増えるというのはとても喜ばしいことだとは思っておりますので、どん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 こういったのが広がっていった方が、いいということで歓迎はしております。使えるメニューがどんどん今出てきているということで、そこは本当に迅速にキャッチして、情報キャッチして使っていくっていうところがやっぱり会社さんの、その株式会社の情報収集能力であったりとか、その機動力みたいなところが感じられてさすがだなと思います。まあ、そういうサービス付き高齢者住宅に住んでいる方にとっても、今まで以上にそこを利用することで、まあ、サービスが受けられるという感じもしますので、その全体の価値向上みたいなものにも役立つと思いますし、子どもたちがそこで過ごせる子どもカフェみたいなことがあることで、全体がその活気づくといいますか、高齢者だけの世界ではないような、雰囲気の建物に持ってくることがすごくよくって、で子どもの今各家族がマンションに住んでる方なんかそうですけども、おじいちゃんおばあちゃんと一緒に住んでない方は、そういうおじいちゃんおばあちゃんの姿を見ることはとってもいいことだと思いますので、子どもカフェが入ってて本当にいいなと思います。今日お集まりの皆さんのでコミュニティカフェこれからやっていきたいということで集まっていらっしゃるので参考にしていただくとすると、この、森野さん非常にこの市場を分析されています。皆さんもここからコミュニティ、ここでコミュニティカフェをやりたい、こんなことをやりたいというときに、それを望んでいる人はそれ以外にどれくらいいるのか、やりたいとかこういうのはいいなと思っているのはもしかしたら自分と自分の周りの人たちだけかもしれないとかですね、ご自身がやろうとされているやりたいことをどれくらい受け入れられるかとか、どういう問題点があるのかとか、っていうのをですね、例えば市役所の年齢、別の世帯数だったりとか、住んでいる人の属性ですね、収入、層とか、どういう思考を持っているのかっていうのを近所のスーパー回ってみて、商品構成で売れ筋しか置いてませんから、この地区ではこういうものが売れてるっていうことはこういう人が住んでるんじゃないかなとか、この西口の場合ということで住民の声を聞いていらっしゃるんですけど、こういったことも非常に重要だと思います。休日はゆっくりしたいっていうニーズがあるのであれば、休日にたくさんイベントをしても人は来ないでしょうし、平日の夜の方がいいのかなとか、こんな風に市場を分析されて、自分の出そうとするエリアを分析されて、具体的なコミュニティカフェのプランを作っているのが非常に有効だと思います。